毎度、物理系研究室、非公式 VTuber、小田井涼子です。今回は、発見から26年経っても、変わらず話題を提供し続ける超電導、ストロンチウムツールテニウム O4 の最新研究を解説したいと思います。動画でも解説しますが、ストロンチウムツールテニウム O4 は、ある意味、最新の超電導研究の重要な点を全て含んでいます。なんで、超電導の研究を始めた大学生、大学院生の方はもちろん、最新の超電導研究ってどういうことをしてるんやろって興味がある方も、この動画を見ればよくわかると思います。ただ、注意点として、わかりやすい説明を心がけますが、最先端研究のかなり込み入ったところまで話をします。わかんなくなったら、ようわからんけどそんなことやってるんやな、くらいの気楽な気持ちで流し見してください。動画のアウトラインはこんな感じ。まず、超電導体ストロンチウムツールテニウム O4 がなぜおもろいのか、何が難しいのか、って話をした後、超電導体小性のおさらいをして、ストロンチウムツールテニウム O4 の超電導体小性に関係する重要な研究成果を紹介。最後に、超電導体小性として、現在最も有力な候補がどれかって話と、これからどういう風に研究が進むかの話をして終わりにしたいと思います。気合を入れて説明しようと思うので、最後までついてきてくださいね。おそらく、一つの超電導について、こんなに詳しく解説してる動画は他にないと思います。動画が面白かったら、チャンネル登録、高評価、Twitter フォローをよろしくお願いします。では行ってみましょう。まず、ストロンチウムツールテニウム O4 の基本情報のおさらいをしましょう。その前に、ストロンチウムツールテニウム O4 って長いので、ここからは、組成比にちなんで214って呼びます。214は、1994年に、平原のボスらのグループが発見した超電導体です。超電導になる温度、超電導転移温度は 1.5K です。発見当時は、動酸化物高温超電導の研究全盛期で、214は、銅が入ってない二次元的な結晶構造を持った超電導として注目されてたみたいです。その発見から、今年で26年になりますが、この26年の間、そしてこれからも、たくさんの話題を提供し続けてくれて、世界中の人が盛んに研究を進めてる超電導体の一つになってます。こんなに長く研究が続いてる理由のキーワードは、超電導体小性にあります。超電導体小性っていうのは、その超電導体の性質を表す指標です。214の超電導体小性は、長年研究され続けてきましたが、未だに謎です。こんなに長いこと謎なのは、動酸化物超電導体のギギャップの起源か、ブランドテニウム2シリコン2の隠れた秩序の正体くらいのもんです。で、謎だからって言って、全く何も分かってないわけじゃなくて、発見当初から普通じゃない、おもろい超電導なんじゃないかってことが言われ続けてきました。214の超電導性の発見からすぐ、1995年には、スピンが揃った超電導、スピン30光超電導なんじゃないかってことが理論的に指摘されて、その3年後には、実験的に、スピンは面内に向いて C 軸方向に軌道核運動量を持つ、カイラル P 波超電導の可能性が指摘されました。さらに、このカイラル P 波超電導は、最近流行りのトポロジカル超電導に分類されるんで、そのトポロジーに関係した、いろんな面白い性質が現れるんじゃないかってことで、精力的に研究されてきました。ところが去年、NMR からスピン一重光の可能性が指摘されました。この辺は別の動画で解説してるんで、そちらの動画を見てください。で、スピン一重光ならおもんないかっていうと、そうでもなくて、やっぱりおもろい超電導にあることは変わらなくて、変わらず超電導対称性の解明が進められてます。ある意味、解明まであとちょっとって言えるかもしれません。もう一個214の面白いところは、超電導対称性を明らかにするために、26年間、高純度単結晶を使った、その時その時の最先端の実験手法、最先端の理論手法を使って、研究が進められてきたことにあります。ここに、代表的なキーワードをいくつかピックアップしましたが、中には、214のために開発された測定手法が、
他の超伝導体の性質を調べるのに使われるようになっていったってのもあります。こんなに研究されてきたのに未だに性質が完全解明されないのには訳があります。一つは214の超伝導性がちょっとしたことで大きく変わっちゃうことです。代表的なのは歪みに対する効果です。最近の非常に均一性の高い一軸圧力効果の研究から214の TC は一軸圧によって 3.5 ケルビンまで上昇することが分かってきました。この効果は214とルテニウムが混じった狭小系の結晶を作ると TC が倍の3ケルビンになる三系層として古くから知られてきました。ちょっとしたことで超伝導の性質が変わってしまうので微細加工を用いた実験など小さい資料を使う実験では気をつけてないと実験結果が変わっちゃいます。また214の結晶表面は構造が変化して超伝導にならなくなるって現象もあります。この現象のせいで良質な薄膜を作るのが難しくなったり表面敏感な測定が難しくなったりするデメリットがありました。加えてあまりにもたくさんの実験がなされることで全ての実験を説明できる理論を作るのが難しくなっちゃいました。超伝導の対称性を決めるっていうと一つのすごい実験でパッと分かっちゃうってものを想像する人もいると思いますが実際はそうじゃなくて様々な実験から総合的に決定します。その例えとして群毛像を表すっていうことわざを使うことがあります。一つ一つの測定手段では超伝導対称性つまり像全体を見ることができず測定手法によって切り取られた特徴のみを検出します。なんで複数の測定から全体像を想像する必要があるんですがこの時大事なのはそれぞれの測定手法がどの部分の特徴を切り取るのかをちゃんと分かってるってことでそうじゃないと全体像を見誤ります。また測定がうまくいってないデータも紛れてるのでどの結果を重視するかで見える全体像が変わってきます。実験結果はあればあるだけいいわけじゃなくてむしろ正しく行われたいくつかの重要な結果に絞った方が正しい姿が見えることがあるってわけです。また理論的な難しさとしては214がマルチバンドであることスピン軌道相互作用を十分考慮しなくちゃいけないこと二次元的って言っても三次元性も無視できないことなどが挙げられます。そのような面白さと大変さを持った超伝導体214ですが全部の研究成果を紹介するのはたくさんありすぎて物理的に無理なんで私が重要と思ったものをピックアップして紹介していきたいと思います。重要かどうかはあくまで個人的感想です。では超伝導の性質に行く前にまず214の通常状態の性質を解説します。価数で書くと214のルテニウムは4価で 4D 電子が4つになります。これを結晶場を考えて配置すると DXY DYZ DZX に4個の電子が入った状態になります。ここから3つの軌道がフェルミエネルギーあたりにあるんでマルチバンドだってことが言えます。マルチバンドではそれぞれのバンドが超伝導にどう効いてるかを考える必要があるんで単一バンドの時より複雑になります。超伝導状態はマルチバンドで複雑になるんですが通常状態の電子状態を決めるフェルミ面はシンプルです。最初に出てきたように214の結晶構造は二次元的なんで電子状態も二次元的で C 軸方向の伝導は小さいです。そうすると DXY 軌道が作るフェルミ面は円筒状に DYZ と DZX 軌道が作るフェルミ面は Z 軸を考えなくていいので一次元的な板みたいなフェルミ面になります。わかりやすいように二次元平面にそれぞれのフェルミ面を書くとこんな感じ。この3つの軌道のフェルミ面を混成させると214のフェルミ面ができます。三次元的に書くとこんな感じです。214のフェルミ面はよくアルファ、ベータ、ガンマと4で区別しますがアルファとベータが DYZ、DZX 軌道に依頼しててガンマが DXY 軌道に依頼してます。こんな感じでフェルミ面がシンプルなんで214の通常状態もかなりシンプルで従来から知られてるフェルミ液体理論でほぼ説明ができるって言われてます。
ただ、ここではあまり説明しませんが、第ゼロ近似としてフェルミ液体理論で考えるのはいいんですが、込み入った話をするときは、もっと真面目に考える必要があります。それでは、超伝導の性質を見ていきましょう。214の超伝導の話に入る前に、まず、超伝導対称性のおさらいをしましょう。超伝導対称性は、2つの要素で考えることができます。1つはスピン部分です。超伝導は、2つの電子が作るクーパー対からできてますが、スピン部分は、合成スピンが0のスピン1重項と1のスピン3重項のどちらかになります。スピン1重項は1種類ですが、スピン3重項の場合は、スピンがどっちを向いてるかで種類分けをすることができます。ほとんどの超伝導体がスピン1重項ですが、稀にスピン3重項超伝導があります。で、軌道部分、つまり超伝導ギャップの波数依存性も、いくつか種類があります。軌道部分は、電子軌道と同じように分類されてて、S 波はまん丸、B 波はダンベルみたいな形、D 波は四つ葉みたいな感じです。あくまで、超伝導ギャップの形を表すために、電子軌道と同じような標識を使ってるだけで、実際超伝導になってる電子軌道とは関係がないので、気をつけてください。電子軌道と同じように、P 波以降は、PX とか PY とか、それらが虚数で混じった PX プラス IPY とか、いろんな種類があります。このスピン部分と軌道部分の掛け合わせで超伝導対称性が表されますが、214みたいに結晶構造が空間反転対称性を持ってる場合、パリティっていうのが保存するので、S たす L は偶数になる必要があります。つまり、スピン1重項なら S 波、もしくは D 波、より高次だと G 波とか、スピン3重項なら B 波、もしくは、より高次の F 波になります。ちなみに、いわゆる普通の超伝導、BCS 理論で説明される、電子光子相互作用が引力になってる超伝導は、スピン1重項の S 波です。ここからは、この超伝導対称性を基準に話をしていきます。難解にもなりますが、全部の研究成果を紹介するのは無理なんで、私が重要と思う結果を紹介していきます。ではまず、214は普通の超伝導 S 波なのかそうじゃないかについて見てみましょう。これは古くからの実験結果で、214は、非磁性の不純物を入れると、超伝導がすぐ壊れることが知られてます。多結晶ではゼロ抵抗が出ないんで、単結晶を作ってゼロ抵抗を確認した、みたいな話もあるくらい、少しの不純物で壊れちゃいます。この振る舞いは、アンダーソンの定理から、非磁性不純物では超伝導の性質が変わらないっていう S 波超伝導とは大きく異なります。また、核子重極共鳴 NQR 測定における核スピン光子間和率 T1 分の1の温度依存性に S 波超伝導なら見える TC 直下のピーク、コヒーレンスピークがないなど、多くの S 波を否定する結果が報告されてて、214は少なくとも S 波じゃないってのは確かそうです。では、S 波じゃないとして、具体的にどういう対称性なんでしょうか。まず、スピン部分から見てみましょう。超伝導対称性のスピン部分は、スピン磁化率を測定すればわかりますが、普通の磁化率ではマイスナー効果による反磁性を測定してしまうので、特殊な方法が必要です。その特殊な方法とは、核磁気共鳴、NMR 測定と、スピンを変極させた中性子散乱の2つです。スピン1重項の場合、磁場をどの方向にかけても、スピン磁化率はゼロになります。一方、スピン3重項の場合、スピンが向いてる方向に磁場をかけても、スピン磁化率は変化しませんが、スピン方向以外に磁場をかけると、スピン磁化率は減少します。例えば、スピンが C 軸に向いてるスピン3重項超伝導の場合、C 軸方向のスピン磁化率は変化しませんが、面内方向のスピン磁化率は減少します。この時の減少量はいろんな条件で変わりますが、ゼロにはなりません。こう聞くと、スピン磁化率を測ると簡単にスピン状態がわかりそうですが、実際はそう簡単じゃありません。まず、実際の測定ではオフセットがかかってるので、どこが磁化率ゼロの位置かわかりません。また、測定条件を整えないと、ちゃんと測定するのも難しいんです。そんなスピン磁化率測定ですが、214では、
以前は NMR 測定、変極中性子散乱の実験から、磁場を A 軸にかけても C 軸にかけてもスピン磁化率は変化しないって報告されてたんですが、さっきも言いましたが、2019年に NMR 測定からちゃんと測ったら A 軸のスピン磁化率減るよってことが報告されて以降、再測定が進められてます。これまでに分かってることは、 1. A 軸もしくは A 軸から B 軸方向に45度傾けた方向に磁場をかけた時、スピン磁化率が減少する。2. スピン磁化率の減少量は 90% 以上。 3. 変極中性子実験でもスピン磁化率の減少が確認されている。 4. C 軸方向のスピン磁化率はまだ再測定がされてないの4つで、厳密に言うとスピン三重孔の可能性がゼロになったわけじゃないですが、個人的にはスピン一重孔状態で間違いないんじゃないかと思ってます。ただし直接スピン磁化率を観測できるのは2つの手法だけですが、間接的には他の測定からもスピン状態が調べられていて、それがスピン一重孔と矛盾しないかを確認する必要があります。214がスピン一重孔だと都合がいいのは磁場温度相図です。第2種超伝導の超伝導上伝の右相転移は普通に磁相転移ですが、比熱や熱磁効果の測定から214では低温工磁場で一次相転移を示すことが報告されています。この一次相転移はスピン一重孔特有の性質パウリ上磁性効果を考えると説明できますので、磁場温度相図的にはスピン一重孔の方が都合がいいです。一方214では微小子量の磁化測定や抵抗測定から反整数量子化磁束が存在する可能性を示唆する結果が報告されています。反整数量子化磁束っていうのは、超伝導体中に入って量子化する磁束の値が普通の超伝導の半分になる現象のことで、これは特殊なスピン三重孔超伝導でしか現れないと考えられています。つまりこれらの結果はスピン一重孔のシナリオとは矛盾します。また214と他の超伝導体の接合を使ったいくつかの実験でもスピン三重孔じゃないと起きない現象が観測されてて、それらの結果とも矛盾することになっています。これらの矛盾がどう解決されるかはこれからの問題になってきます。では続いては軌道部分に関する結果を見ていきましょう。軌道部分で最初に問題になるのはノードがあるかどうかと、あるとしたらどういう風に入ってるかってことです。ノードっていうのはフェルミ面上で超伝導ギャップがゼロになっている場所のことで、ある点でゼロになってるポイントノード、線上にゼロになってるラインノードってのがあります。このノードがどういう風に位置してるかっていう情報は超伝導対称性を決める上で非常に重要になってきます。で、これまでの実験からラインノードがありそうってことが分かってます。分かりやすいのは比熱の磁場依存性で、磁場中の比熱では磁場で隆起される純粒子を見るんですが、ノードがあるかないかで純粒子の隆起のされ方、つまり比熱の磁場依存性が変化します。実験結果は低磁場領域で比熱は磁場のルートに比例してて、これはラインノードの計算結果とよく一致してます。ただここで注意したいのが、今ノードがあるかもって言ってますが、このノードとギャップミニマム、超伝導ギャップが小さくなってるけどゼロにはなってない状態との区別をつけるのは難しいです。なんでギャップミニマムになってる超伝導対称性も否定できないってことを覚えといてください。で、ラインノードがどこに入ってそうかっていうと、それはまだ決着がついてません。ラインノードの位置は比熱や熱伝導度の磁場方向依存性から調べるのが一般的です。214でも実験が行われてて、360度回す間に4回比熱の大きさが振動する結果が得られています。これは一見すると垂直ラインノードが入ってることを示しているように思えますが、他の垂直ラインノードが入ってる超伝導体で見られる低温での振動の向きの反転が214では見られてなくて、この振動は超伝導状態の性質を反映してて、実際のノードは水平方向に入ってるっていう報告もあります。ただ熱伝導率からは垂直ラインノードだっていう報告もあって、明確な決着はついてません。ってことで、ここではラインノードがありそうだけど
入ってる位置はよくわかんない、として次に行きましょう。超伝導の軌道部分でもう一つ大事なのがカイラルカイナカです。カイラルっていうのは、軌道部分がノンゼロの核運動量を持った状態で、2つの秩序変数を虚数で混ぜた表記で書かれます。有名な例は、カイラル P 波、PX プラスマイナス IPY で、プラスの場合、紙面手前向きに軌道核運動量による内部磁場が、マイナスの場合は、紙面奥向きに内部磁場が発生します。カイラル状態の特徴としては、1、軌道核運動量によって、わずかに内部磁場が発生する。2、プラスとマイナスが縮帯してるので、矢量中でカイラルドメインって呼ばれるドメインを作る。3、ドメインとドメインの境界には、自発的に電流が流れて、これをカイラルエッジ電流と呼ぶ、などがあります。ちなみに、同じ内部磁場が出る超伝導対称性でも、スピン部分からの寄与で内部磁場が出るものは、ノンユニタリー状態って呼ばれてて、強磁性超伝導帯や磁場中で見られますが、今回は気にしなくても良いです。さて、214ではどんな実験結果があるでしょうか。カイラルかどうかは、微小な内部磁場が発生してるかどうかで判定することが多いです。代表的な測定は、ゼロ磁場でのミュー SR か、反射光の変更の回転具合から内部磁場を測定するカー効果の2つです。もちろん214でも両方の測定がされてて、A 軸方向、C 軸方向、どちらの方向にも TC 以下で内部磁場が観測されています。内部磁場が発生、を専門用語で言うと時間反転対称性が破れてるって言いますが、これらの測定から時間反転対称性が破れてる、つまり、超伝導対称性はカイラルであることが示されています。ただ、スピン一重項の場合と同様に、カイラルを支持する他の実験結果と、支持しない結果が存在します。カイラルを支持する結果は、最近行われた一軸圧力をかけた状態でのゼロ磁場ミュー SR です。こちら、相図だけを見せますが、一軸圧力をかけると TC は上昇しますが、内部磁場が発生する温度はほとんど変わりません。これは、超圧で縮帯してカイラルになってた2つの超伝導対称性が、一軸圧力によって縮帯が溶けたことを示唆する結果です。一例を挙げると、超圧では DZX と DYZ が超伝導になる温度が同じで、TC 以下で DZX たす IDYZ にいきなりなっていたのが、一軸圧力をかけると、DZX が超伝導になる温度と DYZ が超伝導になる温度が分裂して TC から直下ではまず DZX になって低温で DZX たす IDYZ になるって考えると超伝導になる温度と内部磁場が発生する温度が分裂する結果を説明できます。つまりこの結果は超伝導対称性が2成分からできてることを示してます。同じように超伝導対称性が2成分からできてるってことを示す結果は、超音波による断性率の測定からも示されてます。図にあるように、断性率 C66 は TC で飛びを示します。難しい話なんで、詳細は省略しますが、この C66 の飛びは対称性を考えると、超伝導対称性が2成分からできてることを示してます。ちなみに、カイラルは2成分ですが、二成分はカイラル以外もあるんで気をつけてください。一方、カイラルを支持しない結果としては、カイラルなら見えるはずのカイラルエッジ電流が、スキャニングホールやスキャニングスクイードを使って見えてないってことや、カイラルなら TC の一軸圧力依存性で、上圧に TC の折れ曲がりが見えるはずなんですが、実験的には見えてない、などが挙げられます。全部うまく説明できるってわけじゃないんです。以上が私が重要だと思う実験結果です。それでは、ここまでの話をまとめてみましょう。これまでの話から、214の超伝導対称性は、スピン一重項の可能性大、ラインロードはありそうだけど、位置は不明、カイラルっぽいってことが考えられます。ただ、この特徴を全部含んで、さらに、確実にこれだっていう超伝導対称性は、残念ながらありません。なんでここでは、個人的に214の超伝導対称性の候補を紹介します。まずはカイラル D 波、DYZ たす IDZX。これは、さっきまとめた3つの特徴を全部持ってますが、
KZ イコール0にライン濃度、超伝導ギャップが0になる線が入るので、ギニ次元超伝導の214的には不利じゃないかって考えられてます。次の候補は D+IG です。これは最近提唱された超伝導状態で、ガイラル D 波と同様、多くの実験結果を再現できて、KZ イコール0に濃度が入ってない超伝導になります。ただ、この D 波と G 波は対称性が別なんで、実際の物質で現れるためには、たまたまパラメーターがちょうどいいところにあって、偶然に縮体してる必要があって、本当に実現してるとしたらすごいです。今のところの最有力候補はこの2つです。個人的には、D+IG の方がエキゾチックな感じがして好きですが、D+ID の方が現実的だと思います。残り2つはガイラルじゃないと思った時の候補です。1つ目は、D3Z2乗-1 です。スピン位置重工、水平ライン濃度を重要視すると、この超伝導対称性が有力なんじゃないかって言われてます。ただ、この超伝導対称性は、214の場合、S 波と同じ対称性を持ってるので、S 波と混ざって濃度が消える可能性があります。もう一つはヘリカル P 波です。こちらは、スピン三重工だとしたらこれ、っていう残された可能性です。具体的な標識はいろいろ考えられますが、正直実現してる可能性は低いと思います。ついでに、他の候補にも簡単に触れときましょう。スピン位置重工、垂直ライン濃度、ノンカイラルだと思うと、DX2乗-Y2乗、DXY が候補になります。また、二成分だけどノンカイラルって思うと、DYZ+DZX ってのも考えられます。これは、ネマティック超伝導って言いますね。また、最近は、D 波と P 波が混じった D+IP の可能性も提案されてます。ただ、この超伝導対称性は、パリティが保存してないものなんで、空間反転対称性が自発的に破れるか、バンドごとに引力が違う必要があります。では最後に、最近の進展について触れたいと思います。これまでも多くの研究が進められてきた214ですが、最近のトレンドは、一軸圧力を組み合わせた測定です。最近、ピエゾ素子を使った、均一に一軸圧力を加える手法が開発されました。いくつかはすでにお見せしましたが、これからもどんどんいろんな測定が行われて、一軸圧力がかかった状態が解明されることで、元の状態も解明が進むことが期待されてます。もう一つの進展は、超伝導になる薄膜が作成可能になってきたってことです。214は、ちょっとした歪みや不純物で超伝導特性が変わっちゃうんで、薄膜を作るのは難しかったんですが、最近 TC の高い薄膜ができるようになってきました。薄膜ができると、特に接合系で、より洗練された実験ができるようになります。こちらの方向性も期待したいですね。この2つの方向性によって、214の超伝導対称性の解明がより進んでいくと思ってます。そんな感じで、26年の謎、そろそろ解明？ 214 の最新事情まとめでした。超対策になってしまった。満足です。間違い、コメント、ご意見がありましたら、コメント欄、質問箱等でお願いします。チャンネル登録、高評価、Twitter フォローよろしく。ほなな。